近隣の方が気づいて通報をしてようやく孤独死しているっていうことが発覚するケースが多いので、異臭はなんとなく分かるんですけど、害虫って何、ウジとかってですか、匂いを我慢するためにとか何かお花とかですることってあるんですよね。画像とかってこういうやつなんですけど世の中をリーガルチェック、弁護士の高橋です。今日は僕の初コラボ、第1回コラボでお片付け請負人のスーさんに来ていただいてます。はい、どうもスーさんです。ういっす、お願いします。あれ YouTube やられてる方は声でっかいですね素晴らしい、僕は負けずにいきたいと思います。今日はスーさんのコラボをさせていただきました。スーさん自体非常に特殊なというか面白いお仕事をされていますし、あの仕事でつながることもかなりありますので、そのお仕事の内容とかの、まあ、辛いこととか、まあ、やりがいとかについて今日は聞いていきたいと思っています。まずスーさんのお仕事なんですけれども、特殊清掃どうらしいもやってらっしゃいますよね。そうですね。どういったお仕事なのか、まあ、見てきて、まあ、くれてる中学生とかの方にご説明をお願いできますか。はい、家の中で亡くなってしまって、まあ、すぐに発見されず、そのご遺体から異臭が出てしまって、でそういった異臭が出てしまった家の中のお掃除や脱臭、原状回復、そういったものの作業のことを主に特殊清掃と呼びますね。僕の依頼者とかでもやっぱりもう今年あった件でもやっぱすごい印象に残ってるのが、自分の父親が亡くなりましたと、数年もう10年以上会っていなくて、連絡を来た時にはもう亡くなってたと、死亡してからまあ1ヶ月以上経ってたので、発覚の経緯がもう下に住んでいる方の家に液体が垂れてきたと、多分体液とかが垂れてきたということで発覚したっていうケースなんですけど、やっぱこういう件ってまああるものですか。よくありますね。そもそも発見される経緯で近隣の方が匂いだったりとか、その害虫の発生に気づいて通報をしてようやく孤独死しているっていうことが発覚するケースが多いので、そういった経緯でご依頼が来るっていうのは、まあ、ある意味その半数以上がそういうケースであるかなと思います。異臭はなんとなく分かるんですけど、害虫って何、はい、ウジとかってことですか。あ、まさにおっしゃる通りで、ウジ虫だったりとか、はい、まあ、その二次災害でゴキブリが大量に湧いたりとか、ネズミも寄ってきたりとか、はい、中で腐ってしまうのはそのご遺体だけでなくて、生物とか食品もそうなので、そういったものにつられて寄ってきて、昔依頼があったものの一つで、見積もりの際に玄関入るところに脇に窓があったんですけど、うん、その窓がなぜか真っ黒だったんです、はいはい、でその窓なんかおかしいなと思ってちょっとコツンと叩いてみたら、一斉にハエが飛び立って、はい、その黒いものの原因はハエだったっていう。すごいですね。隣のトトロの真っ黒クロスケみたいな状態ですよね。近いですね。それはさすがにインパクトありますね。そうですね。僕もやっぱ依頼者の方とかで、やっぱゴミ屋敷の方って意外と、僕はもう年一ぐらいでは何らかの形で携わることがあって、うん、家の中とかに入る時とかはもう多分、まあちょっと亡くなられている方の匂いとかではないんですけれども、ゴミが溜まってたりするだけでもういろんな虫がいますし、でっかいネズミもいるしみたいな、まあ、そういう状態はかなり今見られてるってことですよね。そうですね。もうゴミ屋敷のご依頼もありますし、そのいわゆる孤独死現場の特殊清掃のご依頼もあるんで、まあ、そういった現場はもう言ってしまえばもう毎日毎日見てるというか、はいはい、やっぱりその視聴者の皆さんすごい興味あると思うんですけど、まあ、ちょっとグロい話になるかもしれませんけど、やっぱり辛いこととか厄介だなって思ったエピソードって他にどんなことあります。そうですね、まあ、辛いことを、まあ、仕事の内容的に言うとやっぱり匂いがすごい強烈なので、身体的な負担というかストレス、そういったものは強いかなっていうのはこの特殊清掃の業務の特徴ではありますかね。ご依頼される方が親族であることも多いので、その精神的にまだ安定していない中、ご依頼をしないといけないんですね。なぜかというと、特殊清掃の現場っていうのは長い期間放っておくと、それだけ原状回復だったりとか近隣へのクレームとかいろいろリスクが高くなってくるので、もうその警察の方から現場の引き渡しをされてすぐに依頼をするっていうのが大体のケースなんですけど、やはり今回コラボさせていただいた一つのきっかけが、やっぱり僕も相続の案件とかはかなり扱ったりとかするので、その中でそういう特殊清掃の方々にお願いしなきゃならない局面っていうのがいろいろあるので、それもあって、まあ、スーさんの仕事にはすごい僕としても興味があって、まあ、お仕事とかもお願いする必要があること出てくるだろうなとは
思ってるんですけども、匂いという話でしたけど、匂いを我慢するためにとか何かお花とかですることってあるんですか？まず現場に入る際は必ず感染症とかウイルスが待ってる現場なので、はい、防塵防毒マスクっていうマスクを必ず着用して現場に入ります。どういうマスクなんですか？画像とかってこういうやつなんですけどはい、そのこの防塵防毒マスクの効能っていうのは分かりやすく言うと、はい、目の前でタバコとか吸われてても、まあ、匂い全く分からない。いや多分僕も使いたくなることあると思うんですけど、それ普通に市販されてるものなんですか？それホームセンターとかに行けば売ってますよ。あ、本当ですか？はい、いろんなメーカーでいろんな種類あるんですけど、なんかおすすめのやつあったら あったら教えてもらえます？そうですね、使いたい時あるので。で、次の依頼者の方の話なんですけど、依頼を受ける時ってどういう方からのオファーが多いんですか？大体大きく分けて3つのパターンから、はい、3つのパターンで依頼が来るんですけど、はい、まずは親族の方、亡くなった方のご遺族の方からの、はい、もう一つが亡くなった方が住んでいた建物のオーナーさんから、でもう一つが、不動産管理会社さんから、はい、この3パターンいずれかの経緯でご依頼は来ます。で、依頼者として弁護士からの依頼とかもありますよね、やっぱり。たまにあります。はい、僕らもやっぱり片付けてもらいたいなっていう時もありますし、具体的なその処分されるものですけれども、まあ、家にある家財、家具とかはもうほぼ全部対象になるってことですよね。そうですね、特殊清掃現場だと現場の中にあるもの全てに匂いがついている可能性があるので、被災合戦何でももう全て片付けないと次の方に貸せないっていうところもあるので、大体依頼を受ける時はほとんどが中のもの全てきれいにするっていう依頼が多いです。中に置いてあったもので、はい、うわってもうびっくりしたものというか、なんか覚えてる特徴的なものって何かあります？そうですね、拳銃が出てきたこととか。あ、それはすごいです ね、 それはそれで、それは警察に届ける犯罪ですからね、それは。そうですね、はい、あとはその、はい、これゴミ屋敷の方によくあるんですけど、はい、おしっこが入ったペットボトルが大量に現場から出てくるそんなによくあるんですか？それは、はい、物が積もった現場とかだと、はい、その探していくとペットボトルの中にそういったものが入っているっていうのはもう8割方、もしかしてそれ以上の確率であります。そういうの、それゴミ屋敷の多分トイレのドアが閉まらなんか開かないからもうそこでやっちゃった的な感じなんですかね？その通りです。もう初めはその、はい、まあ、トイレ使うんですけど、だんだん物が増えていってドアが開かなくなって使えなくなって、もうその場ですぐ用を足せるっていう。で、まあ、ちょっとこれ突っ込んだ話なんですけど、はいはいはい、以前依頼をいただいたお客様が教えてくれたんですけど、はい、大きいのするとき実はその、はい、近くのトイレまで、あ、近くのコンビニまで行ったりしてますっていうことを聞いたりとかしてたので、そういう方々なりにも工夫して用は足されてるようですね。工夫というかあれですけどね、はい、やっぱトイレの問題もありますし、やっぱりもうやっぱお風呂に入らなくなりますよね、そういう方っていうのは。そうですね、もうやっぱ僕とかだとそういうゴミ屋敷の中とかで起きた重大事件とか、まあ、殺人事件とかの件をやったりすると、僕ら警察署で会うときってアクリル板なんか穴開いてるガラスみたいなやつ越しに会いますけど、それ越しでも匂ったことありますから、うん、その方が住んでた家とかましてや亡くなられてるってなると相当な匂いになっちゃいますよねってところです。意外とこういう現場ずっと入ってるともう鼻がちょっと麻痺してくるんじゃないかっていうふうに思われるんですけど、はい、意外と普通で、はい、道端とか普段歩いてるとそういう匂いとかすぐ分かったりするので、なるほど、そんなにたくさんあるわけじゃないんですけど、匂いをたどってって、はい、あ、ここやっぱりゴミ屋敷だっていうのを見つけたりするとか特殊能力ですね逆に追跡ができるようになったりとか。なるほど、それはどっかで絶対役に立つスキルですよね、それは。そうですね、はい、追跡できるようになりました。僕が前やったゴミ屋敷の件とかだとびっくりしたのが、なんか帯のついて100万の束が300万分出てきて、お金出てくる時とかないですか、ゴミ屋敷の時？お金よくありますよ、何か買ってお釣りをそのままポンと置いておくような形、何十円とか何百円とかが散らかっているっていうのはよくあります。話の方向逆ですけど、やりがいとかってどういうところに？そうですね、お客様とのことなんですけど、はい、こちらで作業を請け負って、まあ、正直言うとやっぱり大変で辛いものがあるんですけど、はい、終わって綺麗にした後の達成感と、あとそのお客様に確認していただいた時に頼んでよかったですとか、心の整理がつきましたとか、そういうことをおっしゃっていただけた時に全て報われるところになります。それが一番のやりがいですか、ね、やっぱりそういうプロセスをお願いすることでやっぱりまあ
亡くなられてからの心の整理を一緒にしていく感じになるんですよね。そうすると、まあ、相続の問題とかもそうで、やっぱり僕のところに来るときって葬儀終わって間もない方とか、もう本当に死んだその日翌日ぐらいに相談に来られる方もいらっしゃるので、気持ち的にはかなり落ちてる方もいてっていうところで、まさにスーさんが会う方っていうのはそのタイミングの方ばかりですもんね。そうですね、発覚した直後ですよね。僕の視聴者の方々の中には、まあ、中学生とかもいると思うんですけど、どういった方が特殊清掃っていうお仕事に向いてるというか適性あると思います。向いてる人でいうと、まずは体力がある人ですね、はい、うん、なんでかっていうと、特殊清掃の作業中は匂いがある現場なので、近所の方に迷惑をかけないように窓を完全に閉め切って中で片付け作業、掃除、はい、そういったものをしていくんですけど、はい、本当に暑いんですよ、はい、作業着を着て、なおかつその上から防護服っていう、まあ、上下のつなぎ、簡単に言うとカッパみたいなものなんですけど、はい、そういうのを着て体を動かしていくので、うん、もう汗がびっしょりになるので、はい、小学校中学校の時からもう運動をガンガンやってる人とかは体力あるのでいいかなと思います。お待ちしてます、ぜひじゃあダイエットをしたい人もいけるってことですね。そうするとで、はい、女性っています、やってる方いますよ。例えばうちで言うと、はい、社員でも女性が一人いますし、アルバイトでも女性が一人います。女性の方も本当に男性とは違った目線で仕事ができるので、本当に僕たちじゃ、あ、なるほどっていうところの気づきを与えてくれたりとか、女性の方じゃないと安心して依頼できないお客様もいるので、そういったところでもすごい活躍してもらってますね。女性の方が好まれる場合ってどういう場合ですか？亡くなった方が女性の場合、その女性もの下着とかも出てくるので、そういったものを扱う際、男性が扱うよりも女性のスタッフが扱った方がその、まあ、安心かなと。個人様にとっても恥ずかしくないっていうか。そうですね、ちょっと考えたくはないですけど、そういう現場から物を持っていく人とかも中にいるかもしれませんからね。それ考えると下着とかはあんまりいい気分にならないかもしれないですね。そうですね、はい、僕もともとスーさんとは知り合いで、別なビジネスされてた時から のお付き合いなんですけれども、特殊清掃をやられてるという話を聞いてすごいずっと興味を持っていて、話をずっと聞きたいなと思ってたので、今回もコラボさせていただくことになったという感じです。お片付け請負人スーさんのチャンネル、 YouTube チャンネルがありますので、そのチャンネルの CM をお願いします。はい、実は私もコラボ自体は本当に初めてなので結構緊張してるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ普段お片付け請負人スーさん、まあ、通称スーさん TV という名前で、YouTube を配信してます。実際に現場に出ているからこそ分かることをお話ししてたりとか、孤独死にならないためにどういったことをしていった方がいいかとか、注意喚起とか、そういったものをしているので、興味のある方は見てみてください。よろしくお願いします。中学生の諸君、スーさん TV もよろしくね。引き続きチャンネル登録よろしくね。僕のチャンネルも登録お願いします。お願いします。